皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、女性の仕事と自立と離婚の関係、結婚の価値観から見る自分の人生の作り方ということについてお話をしてみたいと思います。今日のテーマはどちらかというとコラム的な感じの内容になるかと思いますね。タイトルにねつけるのに若干躊躇する離婚とかですね、そんな話とかも書いてみてるんですけれども、そうですね、コンサルタントという職業の人が語るような内容ではないのかもしれませんが、私の場合には教室系の先生方のコンサルタントを中心にやっておりますので、コンサルを中心にやってますので、どうしてもですね、お仕事の絡みと家、特に旦那さん、子供も入ってくるのかもしれないんですけれども、そこを解決していかないと前に進みにくい、お仕事上ですね、前に進みにくいっていうケースも結構ありますので、私は離婚カウンセラーでも何でもないし、心理カウンセラーでもないし、スピリチュアルの人でもないし、そういう心を癒すためにそこにいるわけではないのですが、私が考える考え方をですね、お伝えすることによって、自分の人生を切り開くためのヒントにすることもできる方もいらっしゃるかなっていうふうに思ったので、私自身の持論をお伝えしたいと思います。当然ですね、そこに対する反論っていうのはあると思うんですよ。私はそう思わない。それで全然 OK だと思います。私は私の考えがこうだというのを伝えて、そうだよねって思った人が人生の鍵を開ければよくて、考え方の相性が合わない人っていうのは当然その方の考え方があるので、それを同調してくれ無理に合わせてほしいと思っている必要もないし、いいんじゃないかなって思う人だけに届けばいいというふうに思って、今日はお伝えしたいというふうに思っています。では本題に入ります。まずですね、なんでこの話をしようかと思ったかっていうと、私のクライアントさんとか誰かを特定する話じゃなくて、やはり50代のこの前後っていうのはおそらく人生残りが見えてくるじゃないですか。その段において、例えば自分が本当にやりたいこととかを見つけてしまうケース、あと母として子供をね頑張って育ててきて、そろそろ手を離れる、それこそ第二の人生を手に入れることができるような時期、当然そこには旦那さんとの関係、もう定年間近の旦那さんがいらっしゃる、ないしはもしかしたら定年したということによって今までの夫婦関係が変わるっていう、方とかもいらっしゃると思うんですけれども、その段において、結婚っていうものをそもそも今の若い人がしたがらないっていう人がとても多いのはね、皆さんもご存知のことかと思うんですけれども、余談ですけれども、うちの旦那の方も IT の方の、会社勤めてますけど、おそらく想像つくかもしれないですけど、 IT 系の男子はソーシャルじゃないや、ごめんなさい、コンピューターの方の、だから二次元っつってたっけ、アニメのキャラクターとかの女の子に恋をするような、要は生身の女の人はお金もかかるし感情があるから面倒くさいとかっていう、そういうことで付き合わないっていうタイプの人もいるし、結婚はお金が減るだけだからする意味がないみたいに思うようなタイプの人が多い世代の若者たちと喋ってるわけですよ、彼が。だから結婚5人いたかな、確か独身の部下でね付き合ってらっしゃる子たちが5人ぐらい確かいたけど、みんな別に結婚願望がないっていうふうに言ってましたね。多分結婚の価値観というのも昔と今が違ってきているし、男性がそういうふうに選ぶもちろん選択肢があると同様に、女性も家にいて必ずしもその子供の面倒を見るだけが人生ではないという、社会と関わりを持ちながら仕事をしたいっていうタイプの方もね当然いらっしゃって、そこのバランスが多分崩れてきている時代に入ってきてる、主張しても大丈夫な時代になったっていうことだと思うんですよね。だから逆に言うと、家でそれこそ子供の世話をして手料理を作って旦那さんを迎えたい方っていうのは、それだけ収入があるようなタイプ、4人分とか5人分をですね賄えるような収入があるタイプの方と結婚すればいいだけのことだと思いますし、若手起業家でお金持ってる方とかも結婚したがらない方が多いっていう話も聞いてたりします。2通りですね。早く結婚して、逆にそれによってこう男としての責任と自覚を持って事業を回していく、支えてくれるパートナーを見つけたくって、もう学生、下手すると学生結婚とか25、6でしっかりもう地盤固めしちゃってるタイプのできる起業家、事業家系か、イケイケでずっとやっているので、それこそ恋人は何人もいたっていいじゃないですか、恋人だから。っていうようなこう落ち着かない状態でこうアグレッシブに人生を楽しんでいくような起業家、事業家さんっていうね、男性でもいらっしゃるので、人生人それぞれだと思いますし。私に至っては結婚はしているものの、結婚しているように見えないという生活をしておりますので、それが一番できた大きな要因は、子供を産まない選択をしたっていうことがおそらく大きな要因になっているんですけれども、その選択をした私と一緒にいることを決めた、うちの主人がいるわけなので、これも結婚の価値観とかが当然あるわけですよね。ですからまず結婚というものに対しての人それぞれの当然考え方もあって、旦那さんとの付き合い方、向き合い方っていうのも人それぞれ家族のルールとかがあるんだと思うんですよね。結婚をするっていうのは一応ね、家の事情とかの、政略結婚じゃないですけど、そういう部分がない限りにおいては、その時のその当時にいいなと思った人と当然結婚はしているわけで、それが若かりし頃の判断がまだ見誤ってる時期だったとしても、一緒に家庭としてやっていこうというふうに思うから、当然結婚はするわけですよね。で同様にですね、離婚も非常に多いですよ今、本当に。で離婚までいかなくても、家庭内別居ないしは崩壊系も結構多いです。だから結婚制度っていう制度自体がそもそもなんか難しいのかな、破綻に近いのかななんて結婚相談所の人とかからなんか恨まれそうな発言もしちゃいますけど、それぐらいこう女の人も経済力がついてきて自由になってきてる部分とかもね、多くなってきたのかなっていうふうに思うんですよね。ですから私が主にコンサルをしている方っていうのは、やはりこう生きがいとやりがいも含めてこう自分の人生自立してやっていきたいっていう方が多いので、そうすると自立と経済っていうのは表裏一体なわけですよね。お金をガツガツ追いかけすぎても困るんですけれども、やはりお金がないとですね、現実問題、一人暮らしを仮にしたとしてもですよ、離婚とかしてうまくいかないし、離婚がその夫婦関係のうまくいかないことを解決する全ての手段だとも思わないし、結婚をいやいや続けるのも自分の人生を生きる上での手段だとも思わないんですよ。でこの時に人生の選択肢を増やしたかったら、やはりね、経済力があった方がいいんですよ。経済力があった方がいいっていうのは単純に世の中ね、家を借りるにしても何かを買うにしても、お金という貨幣価値との等価交換において、物を手に入れることができるわけですから、特に住まいなんかね、家賃払わないと出ていく羽目になりますからね、その分は当然稼がないといけなかったりするっていうことを考えると、自由になる選択肢の一つとして、お金があればそれがあるから主人といるという感情を切り離したところの選択ができるようになりますよね。お金がなくてもその人といられるのかっていう話とかが、一つ究極の問いかけになると思うんですよね。ちなみに離婚を勧めてるわけじゃないですよ、うまくいかないからって言って。大抵うまくいかない要因っていうのは、その話し合いとかができない、話し合いっていうのは自分の本音をちゃんと伝えることができていないケースが多くて、私も別に偉そうに言える口ではないです。ちょっと変わった理由で離婚を考えてみたこともある人なのでですね、私の場合には子供を産まない決意をしたことによって旦那にこう貸しができてしまったっていうふうに自分で勝手に思ってしまったので、その貸しの分ですね、彼は認めてくれたからそれで私も能天気に忘れてればよかったんですけれども、貸しを作ってしまったと思うがために家事とかその他のことを完璧にやろうとしてしまって、それが対価としてプラスマイナスの対価として思っていて、でしかもそれをお願いすることができないタイプの人間だったので、仕事はどんどん忙しくなる、順調で売り上げも上がっていく、家の負担はなんだか自分だけでやっているみたいな、このアンバランスさが出てきてしまって、それがものすごい不満になっていってしまって、私自身がすごい窮屈になったのと、だからといってそれをやらせるっていうことも言うこともできずにいて、でさらに家もどんどん開けるようになってきた時に私でいいんだろうかっていう、言いなくなった方がもっと普通のね奥さんと一緒にいれるからいいんじゃないかっていうふうに思い始めた時に、やはり離婚道が違うんじゃないかっていうのをね感じた時に話し合いをしたことがあります。だから結論としては、要は本音で話すことによって私がそんなふうに思ってるのは知らなかったっていうことと、全然そこはもう何とも思ってないっていうことが分かったことによって、私は私だけで我慢する必要がなくなったし、普通にやるべき、分担するべきところと分担しないところはお話し合いによってね、杓子定規にではないんですけど決めることによって言えるようになったっていうのが一番楽になった要因です。25年越しです、これ解決したのお恥ずかしい話ね。子供を産まないって決めたのは結婚6年目7年目ぐらいでしたか。どうしてもやっぱり私の人生において時間っていうものを取られる優先順位を考えたら、産んだ後でもうまくできたのかもしれないんですけど、リスクが伴う、子供をリスクって言っちゃいけないんですけどね、それ以上にもっとこう人間性の豊かさとか心の豊かさとか、新しい人生を生き直す素晴らしいよっていうのは言われていたんですけど、私の半生が、これは親の影響でしょうかね。もう離婚する、喧嘩するような、罵り合うようなというか、一方的に知事は言っていたんですけれども、そういう夫婦環境の中に子供として育ったので、生まれてこなければ私良かったんじゃないかなっていうふうに思ったこととかも結構あったんでね、私がいなければ、弟がいなければ母は簡単に離婚できたはずだったので、経済力がないがために、3人連れて家を出るっていうことが決断できなかった母だったのでですね。それを見てしまっているので、結婚っていうものに対してそんなに幸福感をもともと感じないタイプだったのも大きな要因だったかもしれないです。子供を育てることに喜び感を感じない。弟育ててましたからね、小学校2年生7歳で2歳の子、6年生で1年生を面倒見るっていう形だったので、私の学生生活っていうのは遊びのための時間がほとんどなくて、勉強するか弟の面倒を見るか家事をやるかっていうことで、大体小中高ですかね、アルバイトもしてましたけれどもの時間がなくなってたんで、学生生活っぽい、学生らしい生活してなかったんですよね。だから大人になって遊んでたかもしれないですけどね、それは人生どこでそういうことがねなるのか分かりませんけれども、やっぱ育った環境によって考え方っていうのは当然違うと思うんです。ただ選択肢の問題でですね、お金がないよりはあった方が選択肢は増えるのは確実に間違いないです。私には子供はいなかったですけれどもね、例えば子供がこういうところに来たいって言った時に、例えば親としてそれをなんとか夢をね叶えたいと思う部分で学費援助っていうことを考えるんだったら、やっぱり稼げないよりは稼げてた方がですね、夢叶う可能性は高いですよね。その子も当然アルバイトかなんかする必要はあるのかもしれませんけれども、額がね大きかったらやっぱり親が補助してあげてっていうのも、まあ、親としてのこう、まあ、自己満足に近いのかもしれないですけどね、この子のためにしてあげたみたいな。もう子供だって本当は個の人間であるのでですね、自分で自立と自覚してやってもらったらいいとは思うんですけれども、それは多分私がものすごく自立した子供だったからなのかもしれないですし、うちには子供はいなかったですが、旦那となんか子供論みたいなのもね話したことがあって、まあ、そういう大してね勉強しなくても大学行きたいっていうなら行かしてやりたいとかって言ってて、いや大学行くとかいうの目的がなくちゃ行く必要ないでしょみたいなそんな親がただ単にお金を出していくなんていうのに甘えたようなぐらいで、学校行くぐらいだったら仕事したっていいんじゃないぐらいな感じで、そもそもやっぱ育った環境が違うとですね、そういうところも価値観が変わってきちゃうんですよね。そういうちょっと無駄な摩擦というか、そういうのも避けたかったのもあって子供産まなかったっていうのも、まあ、一つ要因だったんですけどね。教育論で喧嘩をする羽目になるかもしれない、育った環境が違いすぎるから、まあ、それによって人間大きくなっていくっていうこともありつつもですね、まあ私はその家庭の生々しい部分の、まあ、一番大きなのであろうっていう、まあ、子ども自体はね産むことをしないことで、その分のたくさん使える時間をお仕事ないしは今コンサルをやられている方たちとの、まあ、お話とかに向き合うことをやることによって、まあ、人生を生き直したりとかしていることにはなっているんですけれどもね。ですからもともと結婚に対して何を期待をしていたのかっていうことと、それはもう再構築できないものかっていうことと、自分の人生においては本当に一人の方がいいのかっていうことも含めた状態で結論が出るのであれば、離婚とかっていうのも私は全然構わないと思っているし。そもそも話し合いができてるのかっていう、これはねやっぱり私自身も話し合いにものすごく時間がかかったタイプなので、本音を伝えるっていうのはとても大変なのはよくは分かってはいるんですけれども、それをしない限りはですね前にやっぱり進まないし、どうせ離婚するんならお互いにこう綺麗な状態でちゃんと話し合った状態で行く方向性が違ったね、乗るべき船が違ったよねっていうことでたもとを分かつっていうことはしたらいいと思うんですよね。この別れ方が多分あんまり上手にできてないと、再婚しても多分相手のせいにして別れた場合には再婚の方もきっとうまくいかないし、一人になったとしてもお付き合いをねしていく人、友達も含めてなんですけれども、その考え方で人が集まってきてしまうので、同じことが繰り返されてしまうケースもあるんですよね。だからもう本当にシンプルに、もう問いかけはたった一つなんですよ。あなたはどんな人生を生きたいのかっていう、自分自身の気持ちに正直に全然生きていいと思っていて、むしろそれをちゃんと伝えられてるかどうかなんですよね。旦那さんにね、私はこう生きたいんですみたいな、そんなこと言ったら旦那さんに殴られるとかっていう方もねいらっしゃるのかもしれないし、一括されて終わるという方もいらっしゃるかもしれないけど、何度も何度も粘り強く言うことによって旦那さんが折れるケースも非常に多いですからね。なんだかんだ言って男の人っていうのは、まあ、奥さんとかね大好きな人、愛してる人は姫なんですよね。姫の言うことはねやっぱね聞いてしまう最終的に。だから聞けないっていう場合がある場合には、まあ離れてもいいんじゃないですか。特に暴力とかっていうのはやっぱりないなっていうふうに思いますしね。うん、だから仕事ってとその家庭環境というのは特にこの50代とかになると密接に結びついていて、家のことががたついている方っていうのはやはり男性も女性もそうなんですけど、仕事上で成果を出していくのが難しくなります。そこに心を取られたりとか、本音で向き合うっていう思考が身についていなくて、他人とそれをやる場合にも結構うまくいかないケースとか多いんですよ。だからまず自己開示みたいな部分ももちろん含めてなんですけれども、自分の気持ちを見つめ直したものをどれだけ本気できちんと伝える、誠意を持って伝えることができるか、罵るとか責めるとかじゃなくてですね、うちは喧嘩はしたことがないんですけども、喧嘩っていう声を荒げてバーって言うっていうのが私が苦手なので、理路整然と言い過ぎて、何を考えてるかわからないとか言われたことはありますけれども、感情を抑えながら言うのに慣れてしまっている人なので、罵り合う喧嘩はしたことはないです。ただちょっと冷たい冷戦みたいな感じのことにはなることはあるんでしょうけど、まあこれも夫婦の関係性においていろいろとね話は違ってくる部分なんじゃないかと思うんですけれども、ですからお金はいろんな自分の可能性を広げたり道を作っていく上ではないよりはあった方がいい。ということは、自立できる状態か、たとえ旦那さんがいたとしても、もし自分が自分の人生を稼ぎたいと思ったら、やっぱりその方向性から旦那さんを説得するべきだと思うし、当然説得をするっていうことは覚悟を持って話さないといけないわけですよね。今旦那さんのある程度お給料で食べちゃってるけど本当にそうだっていうのであれば、それがじゃあなくなっても大丈夫なぐらいちゃんと稼ぐというだけの、本気度を見せないと、男の人はその証拠がないと信じないのでね、なんていうのかな、気持ちだけじゃなくて実質的な、じゃあ例えば数字を見せたりとかですね、こういうことできます、こうやる予定ですとかで、あと目標とかを仮に自分が決めたとしたら、それをしっかりやり抜く姿を見せないとどうしても信じてもらえないですよね。そこは女性の甘いところだなと思いますね。こういうふうにするよって仮に旦那さんと約束したら絶対に守んないとダメですよ、信じてもらえないから。私が仕事を辞める、独立するって言ってうちの旦那がそれ以上反対しなかったのは、まあそういうふうにするって決めた私を説得レベルでは抑えられないっていうことは当然知っていたし、抑えられないと同時にやるって決めたことは必ずやるっていう姿をもう十何年ずっと仕事上で見てきているので、そういう意味での信頼感はあったし、私自身もそれをきちんと守るっていう姿ですね。なので口先ではなく行動でちゃんと見せるっていう、高校なの人やらない人多いですよ。だからずるいとは言わないけど、それこそ「えへ」くらい、ちょっとできなかったんだぐらいにしちゃうとやっぱり信じてもらえないので、やるって決めたことはちゃんとやる。これはその向かい合い方は仕事をちゃんと仕上げていく向かい合い方とほぼ一緒で、男性が意志が強い人多いです。そういったことをきちんとやってくるっていう人は。女性ももちろん意志が強い人はやってくる人もいます。だけど割合からすると男性の方がきっちりそこはやるって言ったらやってくる人が多いかなっていうところですね。女性の意志の強い人は男性のへなへなっとしている人よりちゃんとやる人多いです。まあこれはいろいろ人数的な問題もあると思うんですけれどもね。ですからもしもですね、この話は、離婚っていうテーマを入れてるので、離婚とかいうのをちょっと考えちゃってる人とかはじっくり聞いちゃってるのかもしれませんけれども、そもそもこう自分にとって結婚っていうのは何なのかっていうことと、自分の人生は何なのかっていうことを考えた時に、世間体とか親の面もすごい考えましたよ。親の面もね、親のこととかもう全くなしにした時に、もう自分の素のままの自分の感情は一体どこにあるのかっていうのを一度向き合ってみた方がいいです。それによって出る結論が、やっぱり結婚生活を再構築しようとかでもいいし、ここはやっぱり自分の人生生きるためには一緒に歩いていけないなって思うんだったら、手続きすごい大変ですよ。調べましたからね、大変なんですけれども、別れるっていうことだって考えてもいい。ただどの結論を出したとしても必ず本音で一度は話し合わないと同じことを結局繰り返すことになるので、第一優先にするべきは自分です。子供がとか親がとか旦那がとかじゃなくて、自分がどうしたいのかっていうその一点で説得というかお話し合いをするしかないので、自分の人生を自分で生きたいのであればということですね。同時にお金を稼ぐ覚悟をするんだったら、どこまで自分がやりたくない仕事をもしやんなくちゃいけない状態になっても頑張れるのかっていう、この辺りがせめぎ合いになってくるかなっていうふうに思うんですよね。いつもそんなに急急に生きろって言ってるわけじゃないですよ。節目で自分が必要と思う瞬間になるとそういう事態が訪れてしまうものなんですよ。私もそうだったし、その都度取捨選択をきちんとすることによってより自分がシンプルに生きてやりたいことと生きたいように生きることができているっていうふうに感じてるんですね。私の中で今だんだんこうね50になりましたので最後のタイムリミットっていう年齢が見えてくるわけじゃないですか。そうすると当然伝えたい人に伝えたいものを伝えたい、見るものを見たい、行きたいところにも行きたい、それが人の役に立つことも含めてだったとしたら、人に役に立つにも稼いだ方がいいですからね。稼がないとお金を送ることもできないですから、私そういう意味もあって稼ぐんですけれども、それを決めた時には時間が一番私の中では高価値になってきますね。時間が。だから時間を今一番大事にしたいので、最優先するべき会いたい人に会うし行きたいところに行くっていう、ここのための時間を使うっていうのを今私の中で生きる優先順位になっていたりとかしています。でも不思議なことにそうやって、一見わがままに生きてるように見えるようなその状態の方が素敵な人と会うことができるし、いろんな環境と状況がうまく整っていくので。要は自分がブレていたりグラグラしている人の方がむしろ周りを傷つける可能性があるんじゃなかろうかというふうに感じるのが今日この頃の私の感覚です。ですので私の価値観はバーッと喋りましたけれども、それを、別に押し付けるつもりもありませんし、あ、そうだよねって思える人が自分自身の軸を見直すために私の話を一つかみしめた状態で使ってもらっても全然構わないですし、いやさっぱりわからないっていう人はさっぱりわからないで全然構わないです。ふと最近ちょっとそういった家のご事情とかですね、そういうのに変化がある方のお話をたまたま聞くような機会が多かったので、ちょっとこんな話をしてみようと思った次第でございます。またですね自分でそれを考えて前に向かっていく上で、例えば私のね一言がどうしても欲しいという方はお問い合わせいただければ何か一言ぐらいはお伝えすることもできるかなというふうに思ってますので、よろしかったらご参考にしてください。それでは。